い、お待たせいたしました。対局の準備ができたようです。それでは第25期麻雀マスターズ準決勝 B 卓最終3回戦、はい、東杯の開始です。それでは対局を開始してください。はい、 B 卓最終戦始まりました。はい、ちーちゃとんちゃに吉田、なんちゃに小川、シャーちゃにゆうき、ペイちゃに井上です。はい、はい、まあ、あの井上さんだけがどうしてもこのちゃんトップが、まあ、絶対トップじゃなきゃ勝てないわけではないんですけど、はい、まあまあトップじゃないとほぼきつい状況の井上さんがラスをやってことで、はい、また複雑な感じになりましたね、これはね。そうですね、はい、まあ集まってますね。はい、こんな、そうですね、もう着順勝負ですもんね。はい、いやでもね、あの、はい、全員後輩なん で全員仲がいい後輩なんでね、みんな頑張ってほしいんですけど、はい、僕も笑える話大好きなんですけど、さすがにね、小川プロこっから負けんのはね笑えないと思うんでね。あ、井上さん、ね、ドラコだ。はい、井上ドラの数層頑固です。勝負どころですね。はい、小川はやペイとシャーが統一ですね。はい、両ピンを落とします。まあ、あのざっくりですけど最終戦条件言いますと、はい、まあ、ざっくりなんですけど、小川プロは2着以内に入ればほぼ大丈夫でしょうと、はい、で吉田プロと結城プロはお互い の、 あの着順勝負ですね、はい、で、あの井上さんはトップを取ればほぼ大丈夫だと思うんですけど、ただ井上さんがトップで小川プロが3着目にいる時だけ若干素点が関係あるかなと。なるほど。いう、まあ、ざっくりした最終戦の条件で始まってますね。はい、またあのナンバーになってね、オーラス近くなってきたら条件はその都度確認していきたいと思います。うわうわ、観光になりました、カウンしましたね。さあ、裾野のアンカンです。シンドラがパワーワンです。チーピン打っとく手もありましたけどね、はい、ということはウーピンポン、チーピンポンとかもあるかもしれないですね。なるほど。ああ、ユキプロテンパイ、ユキプロテンパイが入ります。チーピン待ちですね。こう闇点、いや、ピン図は良さそうだけど闇点でいいんですかね。9ピンの一手代わり、まあ、数層の観光を早くかわしたいんですかね。そうでしょうね。はい、そこの本質も進んでいきます。シャーもあんこになりました。わわわわわ、これはさすがにチーピンですか。そうですね、このチーピン打ってしまうと、ウーマンの方がテンパイまでは広いか。はい、ウーマンかチーピンですね、2択。そうですね、そっちですか。あとピンズの上がいいと思ってるからチーピンでもう一メンツできる可能性があるところですかね。いや、でもいい受けになったね、このローピン。ローピンもう空だもんね、ゆうきさんの目から。そうですね、いや、リーチ行きたいけど、これでスーピンが出ましたね、はい、ここでゆうきプロのピンフ1000点の上がりになりました、うん、まあ、9ピン引くかカンドラのパーマン引けばリーチだったんでしょうね。なるほど、うん、ただ裏ドラ2枚あったんでね、はい、リーチも全然ありでしたけど、さあ今の闇点がどう出るか、はい、まあ、闇点しとくとね、結構固く上がりは拾えそうではありましたけどもね。そうですね、うん、ピンズの上安かったですからね。はい、2曲で添え番が小川です。ドラが数万です。小川の手に数万がもう2枚見えてますね。夕飯も2枚、はい、うん、ピンから打ち出していきます。こちらは結城の手牌、はい、才の上もういつも見える手牌ですね、うん、今先手が動いただけなんでね、はい、何か状況変わってるわけじゃないんですけど、まあ、現状は結城小川ですか。
はい、そうですね。小川も井上もちょっと勝負手を合わされて、うん、はい、はい、ドランコにして流派ポン、はい、ただ吉田プロも手は早そう。井上も決まれば大きな手になりそうです、うん、はい、いやもう、うん、そう、様子を引き入れて、いやミスりたくないね、うん、はい、いいじゃん点です。吉田プロあれ白どうするしかね、1枚目ね。そうですね、ポン点が取れる構えには、うん、ただ面前で行ってリーチっていけば打点は見えますからね。はい、この白仕掛けましたね、さばきで OK、はい、この判断も難しいね、はい、1枚目泣きたくはないよ ね、 ねリーチをかけたいですもんね、うん、やっぱり小川プロのドランコが見えてるわけではないでしょうからね。はい、はい、さあここで吉田の倍返しだ、ドラ1、2000点の上がりになります。はい、倍返しでしたね。これで現状吉田小川ですね。はい、はい、すぐに変わりますね、やっぱり3局、まあ、大混戦ですからね、一強ごと変わりますよね。そうですね、そう、親番は結城です、うん、ちょっと明日のちょっとね、あの来場数の関係があるんで女流プロに頑張ってほしいですけどね。なるほど、はい、ただ後でちょっとね確認されて小川プロと吉田プロに怒られるところがあるのでこの辺にしておきますけど、こちら吉田の手配ドラの3万が統一でありました。まあ今の2局ね、2局とも上がった方も難しい判断でしたね。はい、結城プロあれリーチする手も全然ありましたしね。そうですね、はい、吉田プロ今1枚目スルーする手も全然あったんでね。はい、まあただハク誰か持ってたんでね、あの1枚目スルーしてもすぐ出てきてポンで結局一緒になりそうな気はするんですけどもね。はい、2枚目はスルーできないですからね、吉田プロもね。そうですね、さあシャーガ、自家製のシャーガー統一になりました、うん、ドラドラの吉田です。こちらは小川です。はい、ちょっと親の結城さんだけあんまり良くないね。そうですね、うん、井上さんは白重なった時にもう1枚切れてるんで2枚目は強制的にポンでしょうね。はい、とりあえずあの並びができる可能性も全然あるんで、井上さんも別にそれほどね大きいトップが必要なわけでは決してないんでね。はい、うん、そう、完了門ですね、いいとこ引きましたね。はい、天牌取るかどうか、天牌取って手があり待ち、はい、そうですね、換算像の闇手が入ります、うん、いや打たれるねこの算像ね。はい、ですが役がないのでこれは上がれません。これ嫌なんだよね、役なしで手がわり回ってる時に限って打たれるんだよね。そうですね、でもリーチしたら三蔵は、いやもちろん出ないですから ね、 ね、はい、リーチしてたら上がってたっていうのとは意味合いが違いますね。はい、さあ井上は三蔵を入れそうとします、うん、で三蔵見逃しでつもぎりリーチもいかなかったんで、もう手代わりするまでリーチいけないと、これ2枚目切られたんで、はい、もう無理ですね、手代わりしないと。いやこれ小川プロ勝負いけないな。そうですね、井上にリーチが入ります。イーマンと白のシャンポンです。ここでウッパソーとかポッと持ってこない限りは勝負いけない。うわうわ、白はこれは王者となってしまいます。リーチ一発白ドラ8000点の上がりとなりました、井上です。いやー難しかったね。はい、そこに言っとけば上がってたどうかかは知らないですけど、少なくともこの打ち込みだけはないですからね。そうですね、三蔵もいい層を払ってないかもしれないですよね、はい、まあおそらく白の統一落としとかになってると思うんでね、関連座の天牌だと思うんですけどね、はい、さあ4脚になります。親番が井上、はい、ドラが数万です。現状は吉田井上ですね。これでね一局ごとに必ず変わりますね、はい、井上これででも目標のトップにかなり現状トップ目になりましたね、はい、こちらは吉田の手配です、はい、もう一上がりするとね、あのとりあえずトップが必要なの井上さんだけなんで、はい、井上さんのトップを別に脅かして打ってくる人がいないんでね。そうですね、そうするともうここでもう一上がり
ちょっと中押しができればトップは取れる可能性結構高くなってきますよね。はい、あの結城プロも吉田プロも小川プロもトップ必要ないですから、勝ち上がるためにね。はい、この並びで2着になれば、うん、小川プロなんか下手したら3着でもね OK になる可能性全然ありますから。そうですね、うん、さあこちらは結城の手、はい、流派落としていきます。さあ井上早くも天敗が入りました。いやこれ井上さん有利な展開になった。これは誰もいけないよね。そうですね、井上プロに打ってしまうとかなり厳しくなってしまいますね。うん、待ちはすっちーそうです。すっちーそうは山に2枚ですかね。ローマン引いててもリーチだったんですかね。ローマン引いて闇転されるとゆきさんが危なかった ね。なるほど、まあでもローマン引いててもリーチですよね。高めで3色ですからね。はい、さあ戦ってでいけるのは、いや形上戦おうと思えばみんな戦いますけど、はい、これは状況的にね戦えないでしょうね。ってことはこれ積もってしまうとひょっとすると井上さんが勝ち上がりに一番近い人になるかもしれないですね。そうですね、いやただ薄いな、チーソー1枚あと、はい、チーソーが1枚、チーソーももうないですね。あ、チーソーもないんで、もうゼロだ。はい、なんと8巡目にゼロ。そうですね、まだもつれますね。はい、もう手の力は出ないですもんね、うん、手詰まっても出るパイじゃないですからね、スチーゾーさんが。そうですね、まあ、ワンチャンあるとすると小川プロがリャンウソ両方にアンコにして手詰まるとかね、そういう時しか出る可能性ないですね。ワンチャンスということで、うん、はい、これ積もっておくと大きかったけどね。そうですね、まあ、まあ仕切り直しですね。そんなこと言ってもしょうがないですからね。はい、そういうの上親でまだ連チャンしてトップ取りたいですもんね。さあ換算像入りました。こちらもイーシャンテン、ただチーピンとか切れないんじゃないですかね。そうですね、まあ、パースを抜くかでお茶を脱がしてチーマンを筋で打つのか、それか一番強くチーピンいくかですね。はい、お茶を逃がす方ですか。だから数万引いた時だけはもう勝負いくんでしょうね。これで3万も取ったんで、はい、もう結城プロも降りようと思えば多分手詰まることないんで、3万とパーソーにもありますからね。はい、ガーも手渡りできました。これで終わりですね。はい、とおそらく一人転敗で、そうですね、小川プロもスチーピンが通ってくれれば天敗までこぎつけられるチャンスはありますか。そうですね、スチーピンはサロマンを持ってきました。ロマンつもぎりです。厳しいですね、でも40目リーチで積もれないっていうのはちょっと40目リーチで8巡目で順からでしたからね。そうですね、こういうのって本当あれですよね、本人が知らないからまだ次の曲戦えますけど、本人がそれ知っちゃうとなんかもうげんなりして上がれる気しないよね、次の曲 も、うん、そうですね。そう、まあ、手詰まりか。ただまあスチーソー打つことは多分ないんで。そうですね、うん、何切るのこれ、だいぶ、ね、これウソロチョウとかワンチャンスになってたらスチーソー危ないよね。はい、そうですね、あ、一応ローマンワンチャンスでそこを頼りますか。パーマン、うん、まあ、でもあともう一回ツモがあるんで、統一のチーソーもっていうのもゼロではないですね。なるほど、ああ、そうですね、チーソーを打ちました。
リーチ、ピンフ、ドライチ5800点の上上がりになります。いやつくづくいろいろ良くない方にもありますね、小川プロね。そうですね。あとツボがこれが最後のツボだったらおそらくワンチャンスでパーマンいったと思うんですけどね、はい、2回あったんで統一のパイを選びましたね。ただ裏ドラ乗ってれば井上プロほぼ楽な感じになってましたけど、まだ裏ドラ乗らずのコッパですからね。そうですね、まだトン4キロですもんね、はい、井上プロはもう2着に落ちてもダメですからね、トップを取らなきゃいけないですから、はい、トン4キロ1本もドラが言いそうです。流派が統一です。から井上プロもまた難しいですよね。加点はしたいけど報酬は厳しい。うん、まあただ展開によっては降りてるだけでトップ取らせてくれる可能性もあるんでね。なるほど。これさっきも言った通り井上プロのこの半ちゃんのトップ、そこを目指してくる人が誰もいないんで、はい、ただしプロは現状トータル2番手にいるんで、はい、まあ、逃げればいいだけじゃないですか、はい、逃げるっつっても一上がりすればもう争点の分で多分トータルトップに行くと思うんでね。吉田プロもね現状今 10.4 ですよね。井上プロが、はい、13.8 は 28.8、 あ、吉田プロの方が上なんですね、まだ。はい、そうだね、井上プロまだトータル 4.9 だもんね、プラスね。なんで吉田プロも別に井上さんのトップをここをかわしに来る必要が何にもないわけですよ、はい、で結城さんにしても今2000点差の上にいる吉田プロをこの半ちゃんまくれば勝ちなんで、はい、井上さんを見る必要がどこにもないわけですよね。なんでね降りてるだけでトップに取れる可能性も全然あるんで、なるほど、無理はしてこないと思うんですよね。小川プロが今トータルいくつになってます？13.8 は 28.8 マイナス10ぐらい、はい、マイナス、そっか、ってことは誰かかわして3着に上がらないとダメですね。そう、オーガプロが一番やっぱきつくなってますね。3着とだって1万3000点近い差あるもんね、もう。はい、まあただ3着に上がればいいんで、相場はトンも仕掛けていきます、うん、全体、はい、マチュア6球も2000点の2000は2300の上がりになりました、小川です。荒いな相変わらずやっぱり2、3点から打つパイかどうか微妙ですけど、ただローマン打たないと何打てっちゅうねんっていう話ですからね、はい、まあやむを得ないですかね。さあ何入です。はい、内局です、はい、親番は吉田です。現状はまだ吉田井上ですね。はい、吉田この親番はどうやって戦っていきますか？これは上がりたいですよね、当然、はい、現状トータルトップとはいえまだまだ不現状トータルトップなんですけど、はい、結城さんにね、いつも後藤とか言われただけで落ちますからね、3位に。そうですね。そうすると結城プロと井上プロ、女性陣2人ですね、そうなると。なんでここは是が非でも連チャンには行きたいですね。はい、おあつらい向きの連チャンハイパイは来てますからね。そうですね、トナンが統一です。吉田プロもジャンプ的には本一まで行きたいんでしょうけどね、本一まで必要あるかないかって言われると必要ないような気もしますしね、うん、上がりが欲しいですもんね、うん、ただ安いって上がっても結局ね、結城さんにまくられて3着に落ちれば負けなんで、どうやってもね、はい、難しいですね、うん、吉田プロも井上プロとトップ3着になってしまうと、それでも8300余裕あるんですね。
ああ、そっかそっか。吉田、いいシャンテンになりました。いや、いろいろあるね。これまたこの並びで行っても井上プロなんか初点勝負になる可能性ありますね、3人で。なるほど、うん、まああの吉田プロと結城プロはこのハンちゃん上にいる方はもう間違いないですね。はい、うん、勝ち上がりですね。あの小川プロがここから巻き返してこないで終わったとするとですね、はい、さあ小川プロチャンスでになりましたけど、うわ、うっぱつを5枚入れ、吉田はトンは仕掛けなかったですね、うん、あートン泣かなかったんですね、はい、何も泣いてないもんな。うわすごいな、音楽プロもあえてウッパスを残しましたね。カン様の方が全然強そうに見えますけどね、はい、ただあの縦系が消えますもんね。はい、ユキプロこれもいろいろある。あ、打点取りに行きましたか。一番打点取るパターンの打ち方ですね。ドラの関数ピン固定ですからね、あれ。そうですね、さあ両目に変わりました、うん、さあこの2枚目のトーンは仕掛けていきました。吉田の待ちは一数ピンです。そう、ここで吉田さんのピン待ち、リーチが入ります。オガプロこれを上がっ、これはつも上がりすると着順は変わんないけどややこしくなるね、またそうですねいや多分2番手圏内には浮上してくるのかな、来ないかな、なんか初点の分で浮上してくるような気しますけどね。はい、イースピンはもう明らかに弱いもんね。そうですね、イースピン、あでも3枚いるの、まだ3枚いるんだ、はい、あここにスーピン来た、プロピンは、いやこれ言ったら相当強い、うわもう気持ちの強さがすごいね、はい、勇気から見つめました。すごいすごい、これはすごい、ローピン、ここで小川の上がりになります。リーチドラ裏、うん、はい、6400点の上がりです。これで現状どうなったんですかね。これは計算し直さないとダメですね、はい、あの間違いなくダメなのは吉田プロは現状はダメですね。はい、現状4着目になってしまいました。他の3人で誰が勝ってるかは相当微妙じゃないですか。これ井上プロは勝ち上がってますかね。26.5、26プラス3ぐらい、そうですね。小川プロがマイナス10、小川プロの方が上だね、井上さんよりね。と結城プロは、結城プロは、あ、現状井上小川じゃないですかね。結城さんとの差と井上さんの差が1000点2000点じゃないですか多分ね。なるほどさあ何二脚となりました。親番は小川、ドラは嘘です。いやー、ゆきさんも今リーチよく行ったね、あれ。そうですね、はい、まあ、小川プロはちょっと追う立場になっちゃったんだね、あれはもうリーチ行かざるを得ないですけど、はい、ゆきさんのはいろいろあったからね、様子見てて一脚勝負でも全然間に合いますからね。はい、いや面白いねそうですね、まあもう本当にこうなるともう気持ちの戦いになってますよね。吉田プロももう行くしかないですもんね。うん、ただ吉田プロもまだ全然余裕あるんで、はい、3400点差を負ける。残球上がればもうまたトータルトップに戻ってくんじゃないですか、多分残球とか上がると。あ、なるほど、うん、2着になるとトータルトップに。そうですね、まあ、あのちょっと小川プロとの点差が微妙になるんで、はい、結城プロ以外から残機上がる分にはおそらくトータルトップまで戻ってきますね。トータルラストですけど今現状はい、多分ね。そうすると小川がラストだもんね。小川プロラスト、井上さんトップ、吉田プロ2着、結城さん3着みたいな並びになるから、うん、
で、はい、井上さんチャンスで、はい、さばきたいね。2000点でもいいね。もうロス出たら飛びつきたいね。もうサドラは嘘です。ロースを引いたらどうすんのかな。どうしますか。闇点ですか。パーソーは闇点のような気しますね。ドラウってね、先点ですけど、ロースはね、うわ、さあここでこっちから勇気にチート1のリーチが入ります。マッチはトンです。リーチを行きました。トンは場に1枚切れ、山に3枚です。山に2枚ですね。1枚切れたら3枚はないね。そうですね。大丈夫ですか。疲れてきてない。大丈夫です。すいません、はい、なかなかね、あのゆずきさんも公式戦の MC を初めてらしいんで、あー飛んだ、うわー、吉田の補充となります。リーチチートイツ3200点の上がりです。この裏乗んなかったのはまだ助かりましたけど、この展望横移動は直撃ですからね。これ大きいですね、はい、これでまたこれでおそらく有機小川じゃないですかね現状。はい、ラス前と、なお3曲、はい、親番は有機です。ドラガンウーマン、この上はもう少し、井上もラスが上がりますよね。そうですね。ゆきもさらに加点したいところです。うん、現状ゆきお側だと思うんですけど、余裕のある人は誰もいないんで、はい、はい、吉田はマンゴーを持つもればまた、そうですね、はい、マンガンツも必要ですかね。3着でも素点で井上さんといい勝負になるとかない。なるほど。井上さんが今 26.5 ですから 2.6 プラス 2.6 しかないもんね。はい、3着は吉田プロは、ね、あ、現状の展望状況だと3着では勝てないね。はい、やっぱりあの有機プロを逆転しないとダメですね。そうですね。あ、ただあれか、井上さんから直撃とかで3着に上がれば逆にしますね、おそらく。なるほど。いろんな条件がありますね、うん、3球だと3着にならないから、多分ね、あの 5-2 とか直撃で上になるんじゃないかな、はい、なんないかな、あ、なんないかもしれないね。そうすると、あ、そうだね、ドラドラで吉田氏が仕掛けてます。そうなると小川プロがラスに落ちても小川プロの方が上ってことはないね。ないね。あ、そうですね、やっぱり変わりますね。井上プロからもし 5-2 とか出れば3着だけど結城吉田みたいになりますね。小川プロいい3点、結城プロもいい3点。いや、結城プロも勝負手だね。はい、吉田天敗は入るか。こちらは小川の手牌です。いやー、ゆうきさんもスーピンはもう飛びついてもいいくらいだね。地位ですか。うん、まあ、あのドラは間違いなく飛びつくでしょうけど、はい、ドラは多分そそ出ないんでね。うわ、天敗が入りました。高めのスーピンを引き入れての天敗でウーマン待ちです。ここでウーマンですが、ドラなので、これドラだから助かるんじゃないですかね。うわ、あららら ら, ら、これ1万8000ですね。はい、タイヤオピンフ3色ドラドラ1万8000点の上がりです。これは一人決まりましたね。はい、ちょっと計算してみないと分かんないですけど、これ現状あの吉田プロ3着に上がって井上プロ2着に落ちましたんで
現状結城吉田だと思いますね。結城さんは抜けましたね、もう。はい、いや小川プロきつかったね。結城プロは逆にね、あの下茶の吉田プロに対応してマンズの下とか全部抑えましたからね。はい、見事な上がりでしたね。いやこれはちょっと小川プロからすると考える最悪の結果になりましたね。はい、小川は、小川プロはね、ここ吉田プロとの差が14ポイントなんで、ちゃんと計算した方がいい。 14.1ポイント、 14.1 ポイントなんで 4.1 ポイント差まで詰めなきゃないということですから、現状13,500点。あ、まだここまだ満貫積も一発でおそらく返ってきますね、小川が。うん、はい、小川は吉田よりも、吉田を超えれば、超えなくても、あの 4.1 ポイント4100点差まで詰め寄れば同点になるんで、はい、同点だとどっちかしか分かんないですけど、ただ今井上さんの方が上ですか、2着トータル2番手ですか。はい、だからまあまあ積も上がりでとかいうことになるんですかね。はい、なるほど。井上さんもトータル2着ってもマイナスですからね、もうね、11.6、16.6、マイナス8点いくつとかですからね。レシャプロが28.4、13.4、13.9、ああ、今失礼しました。女性陣のワンツーですね。はい。ただ多分吉田井上の差が黒棒差ですね。1000点ないぐらいですね。うん、これいいんじゃないですか、リーチで。さあここは闇手に、うん、はい、ここ漫画跳ね間必要じゃないんでね、いやリーチでいいと思いますけど。小川にスチピンの転売が入っています。1326つもで全然オーラス、そんな厳しい条件残んないと思うんですけどね。はい、サドラのローマを持ってきました、うん、いやスチピン、これドラ持ってきちゃうとどっちもあるよね。ただドラ切って闇点だけはおかしいね。ドラを切るならリーチということですか。うん、まあウーマン引いて3色にしたいんでしょうけど、はい、おそらくね満貫積もで着順ラストのままですけど届いてると思うんですよ、装填でね。なんで井上もまくりますか、ね、まくると思いますね。はい、だから1326もし裏乗らないでね、1326つもでもオーラスの条件ってそんな厳しい条件残んないと思うんで、はい、うん、そうですね、リーチに来ましたね。ただ残球の出上がりは微妙になるね。ああ、なるほど。うん、ただそうだね、見逃されがないと思うんで、多分どっから出ても上がると思いますね。どっから出ても上がってそれほど苦しい条件は残んないと思います。はい、総側のスチーピンは山に3枚です、うん、いや最後まで分かんないですね。もう結城さんだけはおりますよね。はい、結城さんはもう一人抜けてるという感じですかね。そうですね、まあ、ただ結城さんのファンの方々には悪い絵が浮かんできますよね。プロクイーンの準決勝、こういう状況から、はい、茅森プロに2ヒスを積まられた親っかぶりで負けましたからね。そうですね、何があるかわからないですね。そう、ただね、ここ親流してしまえばもう2ヒスが出ようが何しようが結城さんは固いですからね。はい、さあ井上手詰まりですけど、まあスッチーピン切ることはないですね。あ、急騒ありましたか。はい、こうなるとあれだね、でも井上さんのラスオヤ邪魔だったね。上がりやめできないからね上がっても連チャンしなきゃないよね邪魔ってことはそうですね、伏せる
癖は絶対できないですよ。今吉田プロと1000点多分差ないんで。なるほど、はい、じゃあまず人上がりしてからという感じになりますね、はい、で小川プロが積もって裏ドロ乗って満貫とか言われれば、あの小川プロの方が多分通ったら上になると思うんで、争点でね、はい、なんないかな。いや、なるような気するんですけど、まあまあとりあえず結果出てから計算しましょう。はい、もしかしたら俺今散々適当なこと喋ってるかもしれないんであれですけど、そう、勇気の暗号のスッチピンあと2枚山にいますが、うん、ここにまた1枚いきました。あと1枚、うん、もう勇気さんはしっかりしてますよね。やっぱあの茅森さんに積もられた通位層が教訓ですよね。うん、下手な連チャンしても意味ないと。うーん、かえって危険を増やすだけっていうことですよね。トップ目の親番というのは難しいですね。そうですね。だからあの高い手になるときは当然上がりに行くんですけど、はい、1500とか2900とかの連チャンが全然意味がないっていうか、はい、ターチャーの人にチャンスを与えるだけっていうんですかね。100万他の条件をもうクリアする、うん、そうですね、はいはい、これオーラスさすがにかなり詰まってるんで時間取ると思います。はい、そう、スチピンはまだいるんですかね。もつもがなくなりました。ここに、ま、いましたね、はい、ここに来てこれが配定ですね、はい、まあ手詰まりですけどスチューピン打つことだけはないんでね。そうですね、スチューピン以外だったら何切るんですかね。全部怖い ね。確かに怖い、まあ、確かに怖いですけどスチューピンだけは打たないですから、はい、一応ワンチャンスローピン、いやこれは少し考えさせてあげてください。さすがにね、はい、難しいですね、うん、いくら考えても、あ、そっちですか、はい、あ、そっちもワンチャンスでしたか、はい、ここは小川の一人転廃で竜脚となります。はい、はい、ではオーラスになりますね。これで少し時間取ると思います。はい、ちょっと条件計算をしたいと思います。はい、頑張ってくださいゆずきさん。はいそうですね、おそらく現状のポイントはね、何百点か井上さんの方が吉田プロより上だと思うんですよね。はい、すいません、現状が、はい、現状今井上さんがマイナス 8.4、 マイナス 8.4、 はい、はい、ただしさんがマイナス 10.2、 1800点差、まあ、はい、供託が1600あるんで上がれば OK ですね。 1.8 ポイント、はい、小川プロもさほど差はないと思いますね。小川プロは1326でギリギリ送りますかね、うん、小川プロの現状のポイントを教えていただければ。小川プロの現状は14.6 ですから、はい、6.2 ポイント、 6.2 ポイントなんで1200は余裕ですね。はい、うん、順位が変わることがないんで1300は OK ですね。1200で OK ですから、1200でも OK ですね、はいはい、小川プロは1200からつながり OK ですね。現状は結城プロと井上プロということになっておりますが、井上プロは上がりやめはできないので、ノーペンで伏せることも
はできないです。できないですね、はい、全員脳天じゃないとダメですね。うん、っていうか、まあ、全員脳天じゃなくても吉田プロが脳天なら大丈夫ですけど。そうですね、吉田プロが脳天なら大丈夫ですけど、はい、はい、では、はい、準決勝3回戦最終戦オーラスです。日本は供託が1本あります、うん、ドラが9走です。こちら井上の手配です。全日線いらないかもしれないね。800、800、1600とかで届くかもしれないですね。はい、700、1300でギリギリぐらいだよね、多分リーチボーイ1本で、リーチ2本馬ですから。そうですね、まあ、今影の方で計算してくれてると思うんで、はい、いやそれにしてもこんなにもつれるとは思わなかったですよね、1回戦のあれ見るとね。小川の出上がりが井上から5200点、吉田からはないですね、条件が。はい、はい、ごめんなさい、吉田からも、5200点 OK。 吉田から 5200OK、OK、ですよね。 OK ですね、ごめんなさい、失礼しました。井上プロ、吉田プロから 5200点 OK で、これおかしくないですかね。井上プロから残休も OK じゃないですか。井上からだと吉田をまくれません。残休16400にしないと。うん、ダメですかね。これだと 4.4 ポイントですから残休は余裕で届くように見えますけど、これが間違ってるんですかね。そうですね。さて激しく動いております。はい、三球は、はいはい、なんと計算してる間に終わってしまいました。はい、はい、吉田プロが小川プロからで、これで勝ち上がりは結城プロ、吉田プロですね。はい、となりました。吉田プロ、結城プロの勝ち上がりですね。はい、はい、というわけで最終3回戦が終了しました。決勝戦へ駒を進めたのは吉田プロと結城プロでした。さて藤崎プロ、決勝戦の見どころを教えてください。はい、決勝戦見どころは今日かなりもつれて、皆さんというか今日勝った2人は疲れ果ててるでしょうからね、はい、まあでも瑛太君見る限り白鳥プロがね、連覇に向けて資格なしっていう感じはするんですけど、はい、同じ A2 リーガーとして吉田プロもね意地はあるでしょうからね。そうですね、はい、で当然現ジャン王の木原プロ注目ですから、はい、まあ、一番格上が木原プロですからね、はい、その辺の争いにさあ女流の皆さんのアイドルの結城プロがそうですねどれだけかかっていってくれるかっていうことでしょうね、はい、だと思います。はい、はい、藤崎プロ本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後グダグダですいませんでした。